皆さんこんにちは、流れ子学生編集部です。パブカフェさんとコラボしたグッズ制作、今回はこれまでに検討した企画を実際に制作していきます。無事に完成させることができるんでしょうか。それでは行ってきます。行ってきます。こんな感じです。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。とこれに UV プリントで、こっちがレーザーでよかったですかね。データは今どんな感じで持ってきていただいてますか。入れるような感じで考えて作りました。どれぐらいだろう。どれぐらいがいいの。115の真ん中部分なの。なんで基本的に一足は全部手作業なので、まあ、多少はずれたりしますよっていうことですね。まあ多分ここら辺からビターっていうのをしっかりとなるべく伸ばして固定して、でここも多少はちょっとブラブラしてるとあれなので、あのここに1箇所とここに1箇所ぐらいでってなってもらう感じですね。かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。え、すごいいい。大丈夫そうですかね。ずれたりとか色が飛んでたりとかもなさそうですね。せーの、できました。